なに血を流すの？ジンベエ、クロコダイルの加勢を受け立ちふさがる難敵を撃破したルフィ。ハンコックから手錠の鍵を受け取り、ついにエースのいる処刑台にたどり着いた。エース！ルフィ！昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、無茶ばっかりしようって。エース！俺も弟も世話になっちゃった。危険のエースは火のロギアだぞ、気をつけろ。弟なんだよ、手出し無用で頼む。引けゴムゴムのガソリンだ。兄弟も後ろの一味もここから生きて返せば正義の名折れじゃろうが。赤犬か、こいつは面倒な奴に好かれちまったもんだ。おいルフィ、お前たちはさっさと逃げろ。嫌だ、俺もエースと一緒に戦う。あいつには絶対エースを殺させねえ。昔から頑固だよなお前は。よならこいつら全員ぶっ飛ばして一緒に。おう、お前も俺の邪魔をするか。大宴会宴廷。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。私の成長はみんな。もう弱かった頃の俺じゃねえ、修行の成果を見せてやる。何を言うちょるかわからんがの、どちらにしろ貴様らはここでしまいじゃ。こいつ強えな。いや、サード、ゴムゴムのギガントピストル。悪は根絶やしにせんとの。いくぞ、俺についてこい。ひまわり星。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーランステンポ。準備 OK だ。そっちけ、ウルトラチャリア。死にせんとの大噴火。やるじゃねえか。よし行くか。邪魔だ。
か。好奇は抜かねえ。これか。悪い、助かった。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。サンダーボルト連発。カヌー、お前も俺の邪魔をするか。進化しやがれ。まとめてわし一人で十分じゃ。俺が止めてわし一人で十分じゃ。きっちり型をつけるとする。刀の旅に来る。準備はできてるぞ。モンスターポイント。負けられねえよな、こんなところでよ。フランキーキャノン。こりゃ腕が鳴るぜ。進化しやがれ。悪は根絶やしにせんとも。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。悪は根絶やしにせんとも。流星火山。もう気を抜かせてないとこ見せちまったな。ウルトラクラッ。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。俺様の技術力、味わわせてやる。そこを動くなよ。おら、おら、おら。まとめてわし一人で十分じゃ。こいつ強えな。勝ったつもりか。バカたち甘いね。よし、行くか。ウルトラクラ。どんとこよ。くらえ。行ってなんかいねえぞ。待ってろよ、今助けるからな。進化しやがれ。勝ったつもりか、バカタネが。
大運か。情けないとこ見せちまったね。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのジェットガタリング。まだじゃ、まだ終わらん。エース、大丈夫か。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わない。ありがとう、ルフィ。強くなったな。この力があれば大事な技のキレが戻ってきたか。このキャプテンウソップに回り物やつには負けぬ。俺強くなった気が。成長を実感できるほど強くなれたのね。今週の俺はスーパー強い。このメモリアでの目的は果たしたわ。もう大丈夫。みんなの力は戻るわ。貴様ら兄弟は絶対に逃がさん。エース。無ガキどもが。ルフィ、エースは殺させねえ。どうしてキューブの様子がおかしい。またあの光をまとってる。またあの光なんか。余計なことは考えんな。ここを切り抜けることだけに集中しろ。さっきよりも強くなってるのか。そう考えて良さそうだな。これもキューブの影響。でも考える暇はもらえなさそうね。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。大噴火。いつでもいいぞ。行くぞ、ドロチョッパー。おい、ドラ黒天ミサップ。やれ。ポリドー。打ちのめしてやるよ。みんなで力を合わせるんだ。待ってろ、どけ。進化しやるよ。悪は根絶やしにせんとの。俺が。まとめてわし一人で十分じゃ。俺死ぬのかな。切りがいがありそうだ。行くぞ。中刀流アッシュラ一部銀。俺様の技術力味わわせてやる。フランキーラディカルビーム。
悪は根絶やしにせん。俺がゴムゴムのジェットガトリング。大噴火。こんなところに。私の番のように。塩ビマヨネーズ鬼っ子。オチエンタフルール、クロトワマード。ぶちのめしてやるよ。ハンマー。こりゃ腕が鳴るぜ。進化しやるよ。見られてよかった。ちゃんと助けてもらえなくてごめんな。なんとか逃げられたな。
事でよかった。そうだな。リム、ありがとう。助かった。別に大したことはしてないわ。まあでも無事でよかったわね、ルフィ。みんな帰ろう。しかしマジでヤバかったな。もうダメかと思ったぜ。ロビンちゃんがとっさにみんなをつないでくれなきゃ危なかったな。賭けのようなものだったけど、なんとかなったわね。ありがとな、ロビン。激戦を乗り越え無事に帰還した麦わらの一味。満身創痍の彼らだったが、もう迷いはなかった。そして最強の巨像が再び彼らの前に現れる。次章、終結、麦わらの一味。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから。ちゃんと力は戻ってるみたいだな。ええ、なんとか乗り越えられたわね。よし、宴だ。スーパールフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ、アディオは違うのか。アディオはお前の仲間だろ。仲間？アディオが？わからないけど、もしそうなら嬉しい。リム、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ。ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。
奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今どうすることもできないが、奴とは間もなく相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ワフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ。アディオ、その炎の巨像だけど、戦わずに倒せないかしら。なぜだ？あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か？ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから安心しろ、リム。俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ。巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ。友達か。作ってくれ、サンジ。ありゃ、サンジがいねえ。サンジならフランキーと一緒にアディオの小屋に行ったぞ。よし、呼びに行くぞ。アディオの小屋だな。どうしたんだ、フランキー。いや、コーラを作る材料を探してたら、こいつを見つけてな。なんだ、そのキノコ。でも、あんまりうまそうじゃねえな。毒はねえが、確かにうまくもねえ。そういや、サンジはどこ行った？飯作ってもらおうと思ったのに。このキノコを見た途端、飛び出して行っちまった。採取した場所を聞いてたから、こいつの生えてる湖畔の洞窟に行ったんだろうよ。よくわかんねえが面白そうだ。俺たちも行こう。